こんにちは、山田でございます。どうも。ここ事務所なんですけど、排水溝が詰まって溢れてるので一応お見せします。この間全然詰まってなかったんで、で、詰まってる時はこういうね、たらいがあると便利です。で、まずちょっとお尻向けてすみません。洗濯も日を移動します。うわぁ、重い。やべぇ、これおぉ、あ、これのままでもいけるかもな。ちょっとこのまま行ってみます。私行くよ。見えます？この汚いのところ、ここね。すげえ汚い。事務所だからね、ほったらかしにしてたんですよ。取れた。で、これは回転で見えるかな。やっぱ一人じゃ無理かな。髪が薄いのもバレるし、一人撮影は無理かな。それな、なんかあれが必要だ。物が必要です。これを使いましょう。たまたまあったピンセット、ヘアピンね。取れたべ。これが取れて超汚い。もうやだ、嫌になってきた。途中でやめたくなってきた。もうやっぱりどかします。ここを外してタオルも必要です。よいしょ。ちゃんとどかして、そして見えます？このヘドロ、これアップできないのかな。できないんだ。倍にとかできないのかな。しょうがねえからやりますよ。うわー、ひどい。これはひどい。見えます？見えてる、ちゃんと。はい、これね。一杯どうですか？さあ、ここちょっと、もうちょっとアップで見せてえな。どうしてもこのままいっちゃう。このヘドロを手で救出してあげないと詰まりは取れません。で、ついでにこれももう汚いから洗います。で、臭い。ある程度大物を取り除いたら水流しちゃえば流れるかな。実際固形物じゃないからね。ああ、溢れた。溢れこになった。見えます？ OK。 ちょっと一旦、だから今これ洗ってきますからね。これ見えるかな。これを洗ってきます。はい、洗ってきました。で、このタイミングでせっかくなので、この床っていうかパンをきれいに しないとダメじゃん、やっぱり。だからきれいにします。汚いべ。拭くだけでいけますからね。大概拭くだけでいけますから。
で、見える？これ一式きれいにしてきました。これが一番上で、まあこういう構造になってるんですけど、これが今中部、今一番下ですな。なんでまずこれをはめます。これはかかっていかないのかもしれないね。で、次がこれ、これは置くだけで、これで蓋をします。必ずこれはカパッとはまります。で、最後これもはまる。見えてるのかな。で、もう一度汚いものを取って、汚な、で、これははめるだけ、はめるだけで、あとは洗濯機を、で、ホースがちゃんと潰れたり曲がったりしてないか、なんか微妙そうじゃないですか。ホースが生きてるか確認して、大丈夫そうだったら OK だね。まあ大丈夫だろう。そういう感じでございます。じゃあお疲れ様です。